ばんは、ご通行中の皆様、古市橋駅周辺の皆様、まだ通勤途中の皆様、おはようございます。暮らしに憲法を満たす政権交代、佐藤秀一。本日はこの古市橋駅前におきまして、お伝えをさせていただきます。最後までご協力よろしくお願い申し上げます。カープ、地元での開幕3連戦、見事な3連勝でありました。私が大好きな阿部智弘選手、昨日こそノーヒットでありましたが、10打数3安打、この3連戦10打数3安打1打点、そこそこの活躍をしたと思います。10打数3安打、出塁率は、1つのフォアボールも含めて3割6分3厘、打率は3割、腰痛から回復をして、そしてそれこそ、それから回復をして、この成績、この成績3割という成績、今年も1年間コンスタントに維持をしていただき、最後まで怪我をせずに阿部選手、活躍をしていただき、カープ日本一になっていただきたい、このように思うわけであります。阿部選手の打率、一時は4割2分9厘、こんなところまで行きました。2試合終わった時点では4割2分9厘、約 43%。 一方で安倍総理の支持率は4割そこそこ、あるいは4割を切ったという新聞社もある状態であります。安倍といえば、今までは安倍総理の時代と言えたかもしれませんが、安倍総理の時代は終了、これからは安倍選手の時代、なってほしいと思います。今年は安倍選手の時代になるというふうに思います。森友学園の問題へ巡る佐川前理財局長の承認喚問、先週ございました。ほとんどの人、75% の人がはっきり言って、佐川承認の証言内容には納得できない、こういうふうに、回答されております。世論調査では回答をしておられます。当たり前ですよ、官僚がこんなことを、官僚だけでやるわけがないわけであります。下手をすればというか、重い罪に問われかねない、そういった公文書偽造、こんなことを一存でやるわけがないわけであります。本当に、上の方の指示というものがなければ、上の方の指示とか圧力とか、そういうものがなければ、それは、こんなことは起きません。しかし考えてみますと、本当に今の行政というのが嘘まみれになっております。本当に嘘まみれの行政、財務省だけじゃありません、厚生労働省、採用労働制の人の方が普通の労働者より労働時間が短いなどというへんてこなデータを捏造したという事件がありました。防衛省におきましては、2年前の夏に南スーダンで戦闘があった、そういう内容の、日報、これを隠していたという事件が昨年起きました。これに関連して
皆が防衛大臣の首が飛んだわけであります、本当に嘘で塗り固められたという行政、今までも官僚答弁とかそういうものはいろいろあって批判はありました。しかしここまで嘘で行政が塗り固められたということはいまだかつてないんじゃないでしょうか。どうして、こんなことになったのか。行政が自分で腐敗をしたというよりもやはり政権の責任というのが重いんじゃないでしょうか。森友学園の問題についてはマスコミ等で報道されている通りであります。そして少し忘れられた感がありますが、厚生労働省のデータ捏造の問題、これもそもそもは安倍総理が暴走した尻拭いをするために官僚がやらざるを得なかったことであります。どういう暴走かといえば、安倍総理は結局働き方改革と言いながら、もちろん自民党の総裁でもありますから財界の言いなりと、財界の方針としてはやはり働く人労働者をなるべく安い賃金でこき使いたいというのがあるわけです。そういった意味で裁量労働制というのもこの10年20年の間ずっと財界は目指してきた、裁量労働制を拡大するというのは目指してきたわけであります。そういった意味で安倍総理は自分の親しい大企業の幹部や経済学者、そういった人たちだけで相談して裁量労働制拡大するということを決めてしまったわけです。厚生労働省の労政審議会というところで労働者と、使用者と、そして学者有識者、こういったところでしっかり話し合うという前に、勝手に、おはようございます、勝手に、話を安倍総理の方で、決めてしまった。そのことが結局厚生労働省は困って、安倍総理が決めた、暴走して決めてしまった裁量労働制の拡大、これを正当化するようなデータを後から作らざるを得なかったというのが真相であります。安倍総理が暴走をしなければ厚生労働官僚も悪いことをせずに済んだと、森友の問題であれば安倍昭恵さんが変なことをしなければ財務官僚はあんなことを悪いことをせずに済んだわけであります。また南スーダンの日報の問題で言えば、安倍総理はどうしても海外派兵をガンガンやっていきたい、だから南スーダンで戦闘が起きた、そんなことが表沙汰になると都合が悪かったわけです。だから日報を隠すというようなことが起きたわけでしょう。おそらく稲田防衛大臣だけじゃなくて安倍総理も噛んでいたと、そういう可能性が高い事件です。結局そういうことであります。安倍総理が対外派兵を進めたい、そういうことで暴走するために防衛省が書類を隠した、安倍総理の妻の昭恵さんが暴走したために財務官僚が文書を改ざんした、安倍総理が裁量労働制拡大、定額使い、放題法案といえます、働く人を同じ給料で働かせ放題にする、とんでもない法律を勝手に決めたために、厚生労働官僚が悪いことをしたと、全ては安倍
昭恵さんの妄想が震源地であります。もちろんいくら総理をかばうためといっても悪いことを簡単にするような役人の組織ではないと私は思います。昔はそう簡単に悪いことをするような組織ではなかったと思います。私自身も広島県庁に11年間勤めておりました。まあちょうど10年ほど前いろんなことが県庁でありました。例えばある、携帯電話をめぐるシンポジウムで、まあ、話す人、シンポジウムのパネラーの方が全員男性だということがありました。まあ今の時代、まあ、男女共同参画と言われる時代に男性ばかりが話をすると、特に、教育青少年の問題で話をするというのは、おかしな話です。すぐに私はなんで男性ばかりが、この、まあ、国が主催者ですが国の主催のシンポジウムで、女性が一人もいないのか、8人、話す人の議論する人のうち一人も女性がいないのかというようなことを問い合わせました。そしてその結果原因をしっかり、担当の方も究明していただき、おはようございます、究明していただき、そして、具体的に対応策も示していただいたわけであります。ちょうど9年前のことでありました。その当時は役人が、私のような若手の役人がおかしいことはおかしいと言えば上司やあるいは他の部署、他の役所の方もしっかり耳を傾け、おかしいことに対してはおかしいといった意見についてしっかり検討し、改善すべきは改善する、そういう空気があったように思います。あるいは私自身、その当時ある事業が廃止になるということがありました。事業が廃止した以上は、余ったお金は予算が余ったわけですから、県民にお返しをすべきと、そういうふうに、上司に申し上げました。まあ、その時の上司は最初はいや今までの習慣は文房具などを買って予算を消化すべきと、そういうふうに言っておったわけであります。しかし結局私の意見が通り予算をお返しすることになりました。おかしいことについてはおかしいと意見を言えば改善をする、そういった空気が当時はありました。しかるに今は悪いこと、おかしいことについて意見を言うどころか、悪いことをして、そしてさらにその悪いことについて国会に出てきても開き直る、そういう役人、特に偉い人ばかりになってしまいました。安倍総理の独裁、これがやはり根本にあるんじゃないでしょうか。行政が嘘まみれになった原因の根本原因は安倍総理の独裁です。人事の面でも内閣人事局といって安倍総理主導の人事になりました。そもそも政治主導というのは、まあ、官僚の抵抗を抑えて国民の方を向いた、まあ、制度改正、そういったものを進めていく、そういった触れ込みで行われました。しかし現実には、まあ、森友問題、加計問題に見られるように、総理の周辺のそういった人たちが利権を貪る、そういったものを放置する、そういう方向で、官僚も触れ上がって、何も、黙って、動いてしまうという状況になったわけであります。
悪いことを悪いと言えない、おかしいことをおかしいと言えない、そういった官僚ばかりする、それが内閣人事局制度と見る結果になってしまいました。選挙制度も小選挙区制度の下で自民党の公認を得られなければ当選は難しい、そういった中で自民党の中でも安倍総裁にこれは違うんじゃないのという人がいなくなってしまいました。小選挙区制度を含めてこれは見直していかなければならないと思います。そもそも日本と同じように、小選挙区制で、総理の権限比較的強いイギリスや、オーストラリア、そういった国では何をやっているかといえば、公務員、課長以上の公務員あるいは高級官僚については公募で選ぶ、そういった仕組みが普及しております。そして選考についても第三者的な機関で選考をやるということにしております。時の政権に左右されないような人事にしております。ニュージーランドの場合はどうかといえば、内閣は第三者委員会の人事を拒否することはできますが、その場合は理由を公表しなければならないというふうになっております。いずれにしましても透明で公正な公務員制度、こういったものを再構築していく、イギリスやオーストラリアやニュージーランドを含めた諸外国の例も参考にしながら、公務員制度を立て直していかなければならない。嘘まみれになってしまった、行政、日本の行政を立て直していかなければならない。安倍政権の下で嘘まみれに、なってしまった日本の行政を、立て直して、以降ではありませんか。続いて、外交の問題について、お伝えしたいと思います。この1ヶ月余り、急速に、朝鮮半島を巡る対話が進んでおります。先日は中国と、朝鮮、習近平さんと、金正恩さんの首脳会談というのも、行われました。米朝の、首脳会談も予定をされております。これを機会にアメリカ、中国、ロシアは核を使わない、比較核を持たない国に対しては攻撃をしない、そして日本や韓国、そして朝鮮は核兵器を持たない、そういった北東アジア非核地帯条約、これを作っていこうではありませんか。そしてもちろんそれとセットでアメリカと朝鮮の戦争は米朝首脳会談を契機に終わらせていく、そして日本もしっかり拉致問題、そういった中で日朝の国交を正常化していく中で解決していくと、これが一番今望ましいシナリオではないかと思います。安倍総理は今まで朝鮮のミサイルが飛んでくるために支持率を回復させるという傾向がありました。安倍総理がいろんな疑惑でピンチになるたびに、ミサイルでなんとかしのいできたと言ったら言い過ぎでしょうか。しかし安倍総理、もはやその手は使えませんよ、あるいは憲法を変えるというネタにも朝鮮の脅威を利用してきた感は否めません。しかし冷静に考えれば、もし朝鮮半島で戦争になれば日本にも多大な被害が及びます。それこそ、サウジアラビア、世界第4位の軍事大国でありますが、イエメンという隣国を攻撃しております。
しかしイエメンからミサイルという形で反撃が今行われております。弱小の、まあ、失礼ながら弱小のイエメンでさえもそこまでやるんです。ましてや核兵器、化学兵器大量に持ってる朝鮮相手に戦争ということになれば、日本もただでは済まないのは明らかです。まあ、最終的にはアメリカが軍事的には勝つにせよ、大惨事は未然に防がなければなりません。外交で解決していく以外方法はないんです。まあ、そういった意味で今の流れをに乗っかって北東アジアに非核地帯を設けていく、日本も拉致問題を解決の中で解決をしていくという方向が望ましいのではないでしょうか。まあ、くれぐれももう朝鮮の脅威をネタにして支持率をアップさせる、あるいは憲法を変えるなどという、まあ、そういったことはせず、憲法を変えるよりもまず北東アジアに非核地帯を設けて拉致問題を解決していく、そういった外交の立て直しこそ求められるんじゃないかと思います。まあ、安倍総理も外交の安倍と言われて、持ち上げられてきた面はあります。まあ、そうは言っても外交は安倍さんしかないんじゃないの、まあ、そういった、見方をされる方も多かったのではないでしょうか。トランプさんと話せるのは安倍さんだけだ、まあ、そんな話もありました。しかし結果をご覧なさい。トランプさん、日本を容赦してくれませんでしたよ。貿易の問題で鉄鋼やアルミ輸入制限、日本は対象外にしてくれませんでした。あれだけ安倍さんがトランプさんにごまをすった努力は水の泡でありました。もう安倍さんだけしか外交はできる人はいないという幻想は捨て去るべき、まあ、そういう時ではないかと思います。そしてもう一つ、経済は安倍さんしかいないと言われる方もおられるかもしれません。しかしアベノミクス自体もこれはうまくいっていないということを安倍さん、政権自体も認めております。思ったよりも経済成長率が伸びておりません。そのことを安倍政権自体も、先日、認めております。まあ、大体生活保護の基準を切り下げる、こんなことを安倍総理は打ち出してしまいました。原因は結局低所得の人の生活水準が下がっているということであります。生活、人々の生活水準が下がっているのになんでアベノミクスが成功したと言えるんでしょうか。失敗したから結局、所得が低い皆さんの所得がさらに下がってしまったわけであります。まあ、その結果また生活保護をカットとなれば、これは悪循環になっていくわけであります。まあ、しっかりと、所得が低い人皆さんの、生活を底上げしていく、特に、教育の、への支援、あるいはお年寄りの、介護や医療の問題、これは何も、高齢者の皆さんだけの問題じゃありませんよ。介護の問題、親の介護で退職をせざるを得なくなった、まあ、そういった人も多くおられます。その結果生活に困っている、まあ、そういった人も、多く今なっております。まあ、しっかりとそういった教育や介護、そういった分野、しっかりと、国民の生活を支えていく、あるいは働く人の労働条件を良くしていく、まあ、裁量労働制とかコープロとか論外です。まずは残業代はしっかり
払ってもらうということが必要ではないかと思います。まあ、福祉の財源どうするのと言われる方もおられるでしょう。しかしそれなら、庶民から増税するんじゃなくて、それこそアベノミクスの下で儲かっている大手企業や大金持ちの皆さんにも公正公平に負担をしていただくということが必要なんじゃないでしょうか。結局日本の財政がどんどんダメになっていったというのは、お金持ちからへの減税、大金持ちへの減税、こういったものを進めていった、あるいは大手企業への減税を進めていった、まあ、そういったことが背景にあるわけであります。もう日本の消費税というのは税収に占める割合は北欧スウェーデンとかと同じ水準です。足りないのはむしろ大手企業や大金持ちの皆さんの負担であります。しっかりとそういったところにメスを入れていくということができないと限り、格差がどんどん広がり、そして皆さんの暮らしも、どん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 、悪化していくということになりかねません。今の日本ではそれこそ、普通のサラリーマンよりも年収が例えば何百億円という大金持ちの方が負担率は軽い、健康保険とかあるいは年金保険料とか介護保険料を含めた負担率は大金持ちの方が普通のサラリーマンより低いというありさまです。まあ、そういった状況をしっかり改めていくと、これはまあ安倍総理だけの責任じゃありません。しっかりとそういったところを改めていくということが必要だと思います。安倍総理がやらかしてきた、お友達への利益誘導、まあ、原発の費用やあるいは、お友達の学校法人ばかりが儲かるようなそういった、腐敗した政治、これを改めるとともに、特にここ 2,30 年の自民党政治の弊害である大金持ちばかり、あるいは大手企業減税、庶民からは増税、そういった流れを止めていく、大金持ちや大手企業の皆さんにもしっかり、公正に負担をしていただく、そういった方向が改革が今求められると思います。そして、この70年近く、続いてきた朝鮮戦争を終わらせる、そのことが今外交では一番、求められることではないか、もう60年以上、もうすぐ70年になろうとする朝鮮戦争を、これを、終わらせ、北東アジアに非核地帯をやっていく、憲法を変えるじゃなんじゃというようなことよりも、北東アジアに非核地帯を設けていくと、このことが今求められるというふうに繰り返し、お訴えをいたしまして、この古市橋駅前での私、佐藤修一、安倍といえば、安倍総理手話の時代はもう終了、安倍選手の時代へ、そして暮らしに憲法を生かす、政権交代、佐藤秀一、佐藤秀一のお訴えを、終わらせていただきます。最後まで、ご協力、ご清聴ありがとうございました。